北海道はでっかいどーん、うん、まい酒が飲みたいどーん、ジンギースカン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 乾杯、シータンの気ままチャンネル始まるよ。始まりました。シータンの気ままチャンネル2021ということで、約9年ぶりに復活させましたこちらの阿部静香の YouTube チャンネルなんですけれども、皆様日々ご視聴本当にありがとうございます。そしてチャンネル登録してくださる方もですね、本当に日に日に増えていてくれて、今380人ぐらいいらっしゃいます。本当に皆さんありがとうございます。今回はですね、気ままチャンネル始まって以来のですね、なんとスペシャルなゲストさんをお招きしておりまして、その方をですねご紹介する前に、私、実はですね、この動画を撮っている前日がバースデーワンマンライブだったんですよ。ということで、少し前にお誕生日を間もなく迎えますということで動画をアップさせていただいたんですけれども、あれね、私ね、ガチで23歳って言ってしまって、本当に皆さんすいません。あの、気持ちだけは若く生きたい34歳でございます。34歳になっても、今までと変わりなくですね、楽しく皆さんに素敵な景色をたくさん届けられるように頑張っていきますので、これからもどうぞよろしくお願いします。バースデーワンマンの裏話とかはまた後ほどね、 YouTube アップしますのでお楽しみに。では、お待たせいたしました。今回はですね、この方をお呼びしております。それではゲストさんどうぞ。おりゃあの勢いがすごいんですけど飛んできました。すいません、ちょっと自己紹介を皆さんにお願いします。はい、千葉県出身女子プロレスラー倉吉翼です。おありがとう。ファイヤー、ね、どうにかね、今多分3本ぐらい折れました、私のこの辺が。っていうのはね、冗談なんですけれども、女子プロレスラーの倉吉翼さんでございます。すごいですよ、 YouTube 私の、解説以来の初のゲストさんでございます。来れました、イエーイ、ありがとうございます。で、今回ですね、倉吉翼さんにお越しいただいたのは、ちょっとね、今日は私たちから告知がありまして、で、このね、YouTube 見てくれてる方、初めての方もいると思うんですけれども、とあることがきっかけで、まあ、私たちは出会いまして、で、今はね、私のあだ名、シータンと翼さんの名前で、シーツバというね、はい、感じでいろんなコラボをさせていただいております。私はね、シンガーソングライター。で、翼さんは女子プロレスラーということで、音楽とね、プロレス、ジャンルは全然違うんですけれども、はい、逆にね、なんかコラボしたら面白いんじゃないかなっていうことで、いろいろと今やらせていただいております。で、翼さんの詳しいプロフィールだったりとか、もろもろは、また別にね、YouTube の方アップいたしますので、ぜひ皆さんお楽しみにということでね、ねほりはほり聞きますんで、その時はよろしくお願いします。じゃあ、今日は、そんな、シーツバコラボ、はい、今までプロレスリングの上でね、私が歌わせていただいたりとか、私の地元の釧路でね、トークショーをやったりとか、うん、やってきたんですけれども、ここに来てね、最強のコラボが、はい、ね、じゃあ皆さんにちょっとまずはこの動画を見ていただきたいと思います。はい、それでは皆様、こちらの動画をご覧ください。どうぞ。手と気は過ぎる、失敗しても経験は残る、やらないと後悔が残る、悔し涙でも種は育つ、ほんの少しの勇気とたくさんの経験を与え続けてゆこう。困ったことがあったなら、その出来事を忘れないで、その経験がやがて乗り越える糧になる、一歩踏み出した時
いたいという風が吹くわ。うまく進めない時、応援という風が吹く。手と気は過ぎる。失敗しても経験は残る。やらないと後悔が残るわ。イエーイ。どうですか皆さん、ね、すごいでしょ。素晴らしい。すごいですよねこれ、まあ私たちもすごくね、うんうん、もう鳥肌もんですよ、つまり阿部静香とそして倉垣翼さんを、うん、主人公とした漫画が現在制作されておりまして、音楽とプロレスとさらに漫画のコラボレーション、うん、イエーイ。素晴らしい。これ最初聞いた時どう思いました？なんかもう夢が叶ったみたいな、鳥肌立ちます。いや本当ですよね、うん、で、なんでこういうコラボが生まれたかというと、うん、昔からね応援してくださってる方が私と翼さんのことすごくね、うん、今応援してくださっていて、シーツバコラボなんかね、自分も何かね力になれたらということで、漫画家さんが知り合いにいらっしゃいまして、でその方にね私たちを、うん、主役にした漫画を作ってくれないかと依頼をしてくださって、ここでよく引き受けてくださって、このコラボが生まれたんですよ。すごいねえ。で先ほど映像にも流れたと思うんですけれども、今年の夏、うん、あっという間に来ますよ。ねえ、ね、できちゃうんだよ。ねえ、もうどんなストーリーなのかっていうのも、うん、私たちもまだ全然知らなくって、うん、そもそも私たちね、そのお客様から極秘でいろいろ進めていただいてまして、うん、で、ある日に、なんか送られてきたんですよ、画像が。で、これ見てって言われて見たら、うん、え？私？みたいな、うん。で、なんかその後動画じゃなくて、画像が届いて、うん、え？翼さん？みたいな、うん。で、それをもうすぐ翼さんにもね、見せて、やばいやばい。そう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 。ね、何これ？ってなって、うん、実際にね、私たちもその漫画家さんにお会いさせていただいて、打ち合わせもしてきたんですけれども、うん、夢が膨らみますよね。うん、本当に。すごい何だろう。結構ね、私、可愛く描いていただきまして、で、翼さんとかもすごいかっこいいですね。うんうん、なんか一体ね、どんなストーリーが展開されるのかっていうのも、ちょっと皆さんにね、楽しみにしていただきたいところではあるんですけれども、うん、翼さんは漫画とか普段読まれたりするんですか？漫画見ます。お、うん、いいですね、うん、すごい楽しみ。おそのね、漫画の主人公にね、静香さんとコラボ出てってすごいな、うん、ねえ、なんかもう楽しみです。本当にね、これはプロレスファン、そしてシンガーソングライターファンだけではなく、うん、アニメとかがね好きな方にもぜひ手に取っていただきたいものになるんですけれども、うん、また詳しいことがね決まりしないこちらでもね、アップしていきたいなと思います。で、その漫画家さんのことはですね、今回は今触れてはいないんですけれども、これからちょっと密にね、私たちも携わらせていただいて、ストーリーが出来上がる過程とかもね、うん、見ていきたいなと思っております。うん、はい、ということでね、今回は皆さんにとっておきの告知をさせていただいたんですけれども、漫画自体は今年の夏なんですが、そこに先駆けてそのキャラクターたちをモチーフにしたグッズとかもね、うん、何か考えてやっていけたらいいなと思うので、ぜひ皆さんね、今後のシーツバプラス漫画の、うん、コラボ楽しみにしていてください。というわけで、今回のね、YouTube はこんな感じで終わらせていただきたいんですが、はい、ちょっとね、翼さんすごい素敵な T シャツを着てらっしゃいますが、うんうん、これは何でしょう？ニューシーツバー T シャツ4000円で販売します。新しいのができました。素晴らしい。これどんなデザインですかね、前後ろ。はい、あげあべがハークの、はい、あげじゃないですけど、あべがハークあべがハーク、後ろは自分の翼デザインで、お、はい、かっこいい。これね最初これが出来上がった時にお客様なんて言ったと思います？後ろ向きで歩きたいって後ろ向きでどういうことですかね、これはね。なんか、あ、翼さんの方のデザインかっこいい、前側は、いやでも前かわいいと思う。あ、もっと声を大にしてお願いします。
あのアップちょっとね恥ずかしいですけど一応ほらギター、私のハート型のサウンドホールをモチーフにしたギターと、あの私あのハリネズミっていうね曲があったりとか、ハリネズミのぬいぐるみを持ち歩いたりしてるのでハリネズミで、翼さんといえばゾウ、うん、イチャラゾウの国とか、はい、そうですね、ゾウさん尊敬してるのではい、これをねこうギターがこう奏でられている音楽に乗って歩いてるっていうね、うん、ところを書かせていただきました。はい、ぜひこちらあの試合のね会場だったりとか、はい、うん、はい、あのぜひね直接ゲットしていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで皆さん、今回も動画ご覧いただきありがとうございました。ぜひ皆さんに、ね、チャンネル登録もしていただけたら嬉しいなと思うんですけれども、阿部静香、そして倉垣翼さん、はい、共に、SNS、Twitter、Facebook、そして Instagram の方もね、あとブログがね、あのすごいまめに更新してらっしゃるので、ぜひ見ていただけたら、見てください、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。あの概要欄の方にリンク貼らせていただきますので、ぜひそちらからね、ぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。お願いします。ということで、次回はですね、先ほども言ったように翼さんのことをもっと皆さんに、ご紹介していきたいなと思っているので、次の動画を皆さんね、お楽しみにしてていただきたいなと思います。では、皆様これにて今回は終わりたいと思います。それでは、はい、最後に進めファイヤーで、はい、いきたいと思います。それではシーツバコラボもぜひ皆さん今後ともよろしくお願いします。進めファイヤー